つもね、いつもねショールームするたびにもうシャーベットピンクが歌っちゃいそうで、鼻歌とか歌っちゃいそうで怖かったの。やっともう歌っても大丈夫何も怖がらずショールーム配信できる。まずそのティザーで、ティザー映像で短いバージョンのあの映像がもうあれそのまんまイントロっていう感じだったんですけど、もうあの短いティザー映像だけでももう結構皆さんもこれは神曲の予感みたいな感じで予想しててくださってた方が多かったんですけど、今回まあ実際に音源フルで流れてどうでしたかっていうところなんですけど、そうです、神曲でした。ね、本当になんか NGT の楽曲本当に好きだなって思います。毎シングル毎シングル本当に歌詞が素敵で、なんか本当に NGT にぴったりな歌詞だなって毎回毎回思うんですけど、今回の楽曲も本当に初めての夏曲で、すごく衣装も可愛くて、もうジャケ写もピンクピンクで、もうめちゃくちゃ可愛い夏曲って感じ、アイドルソングって思いきや、まあそうなんですけど、それももちろんそうだし夏ももちろん感じられるんですけど、歌詞が本当に素敵なの、歌詞素敵なの本当に、なんか本当に書き出してみんなに読んでほしい、自分で手でこう実質で書いて、もうね泣けてくると思う本当に、なんか本当になんか今の私たちメンバーとファンの皆さんとの今の思いっていうか気持ちにぴったり、本当に今にぴったりなの。なんかそのぴったりっていう理由が、なんかこの曲がなんか久々にずっと会えてなかったその大切な人と久々に会えて、まあやっと会えたっていう、その会えた大切な人に会えた喜びっていうのをすごいがその歌詞から伝わってくるような歌になってるなって、すごい個人的にっていうかそうなってるんですけど、そんなような歌詞なんですけど、その歌詞がまあもちろん私たちメンバーにもファンの皆さんにもぴったりだなって思うし、今このね大変な状況が続いてる中で、もう誰もがその会いたくても会えないっていうね気持ちを多分持ってると思うんですよ、この世界中の誰もが。今そんな世界中の皆さんにこの歌を届けたい、本当にぴったり今の状況にも。大切な人って誰よ。いやだからその私たちメンバーからしたらもうファンの皆さんに今すごい本当にもう今年入ってからもうずっと会えてなくて、もう本当にイベントとかもあんまりなくって、そう会えない時間が続いてるから、もちろん会いたいっていう気持ちは本当に本当に本当に強く思ってることなので、大切な人っていうのは NGT メンバーからしたらもちろんファンの方ですし、ファンの方からしたらもちろん NGT メンバーですよねですよね元気だったかい、何をしてたの、久しぶりってお互いに言ったよね、そうね、わかる。本当に歌詞をねなんか読み返す、一つ一つねこうね歌詞を読んでいくと本当に今の状況が浮かんでくるっていうか、もう当てはめはまるんだよね、すごく。なんか本当に深いです、本当に。両思いじゃん、わら、そうだよ、だから両思いの私たちメンバーとファンの皆さんとの両思いの歌です両思いの歌だとはちょっと思ってなかったけど、今まで確かにそうだね、両思いの歌ですね。ね、なんかその会えない時間にいろいろね歌詞をそのまんま読んだようになるけど、会えない時間にこう季節が
もう季節ももう2季節ぐらいも超えましたね。冬も会えずに、春も会えずに、もうほぼ夏です。もう季節をね超えてって、その会えない、その期間ずっとねファンの皆さんに会えなくて、で会いたいなっていう気持ちはあるけど、会いたいけど会えないけれども、その間にもういろんなねことが変わっていくわけですよ。こうやって会えない時間に知らないところでメンバーがすごく自分磨きをして可愛くなってたりまあこの自粛期間でちょっと食べ過ぎて太っちゃった人がいたりそういう会えない時間にいろんなことが変わっていく中で久しぶりに会えた時の喜び、嬉しさを歌った曲ちょっと太ったとかちょっと余計だったかもしれないけど、今のはちょっとでもまだね、この曲を完成させるには、この曲がパーフェクトになるには、まだ発売もしてないからまだ始まってもいないんですけど、この曲を完璧にさせるためには、やっぱり実際にメンバーがステージに立って歌って踊って、ファンの方がこのねメンバー、ファンの方がいて、メンバーがステージパフォーマンスして、それでファンの方がコールしてくれて初めて完成すると思うんですよね。まだ会えてないんで、私たちまだ会えてないんで、でそこで会った時に、あの好きな人とやっと会えたって、歌詞に、まあ、やっと会えたっていうの歌詞があるんですけど、その瞬間初めてパーフェクトに完璧になる楽曲です。なのでだから早くさ、早くファンの方の前で披露したいというね気持ちが本当に強いです。でね、さっきからさあのさ、あのグラビアおめでとうっていうさ、コメントがさ、あのさあるんですけどさ、それってさもう解禁されてるんですか？私解禁日もうちょっと先っていう聞いてたんですけど、あのさ、何で知ってるの何知ってんのえ、待って、されさっき予約したよ。え、待って、それはさ申し訳ないじゃん。だって自分で告知してさ、よろしくお願いしますって言って予約したよ、ありがとうございますなのはずなのに、もう私本人が知らないうちに予約したよって、ちょっとさそれは順序がおかしいよね昨日誰かが言ってた誰、え、嬉しい、ありがとうございます。え、どうしよう、なんかそうだよね、もうみんな知ってるのに私が知っていることを知らなかった、この状況はなんだろう、なんかどうすればいいんだろうおめでとう、ありがとうございます。そうなんです、 BLT、 え、ちょっと待って、調べていい、どう出てるの自分の情報をネットで調べる、でももうちょっとね先って聞いてたの私、告知を、あの情報解禁がなんて調べれば出てくるか、はい、なんか親からスクショ送られてきたかも、なんかちらっとしか見てなくて、全然ちょっとさらっと無視しちゃったんだけど、なんかスクショ送られてきたんだよね、雑誌の BLT みたいな、絶対それじゃんちょっとね LINE 見返してみようスルーしちゃってた、あ、無視しないであげて、ちょっと私の悪い癖が出てる、
本当だ、お届け予定日7月22日、7月28日にお届け、予約受付中、セブンネット限定特典。あ、わかりました、告知させてください。今回 BLT さんの2020年9月号に、まあね、まだここでは、ここの発表されてるのではまだ、まあ、出るか出ないかっていうのもまだわからない状況です、状態なんですけれども、まず BLT の9月号さんにセブンネット限定特典として、あの私のポストパードポストカードがついたものが、なんとセブンネット限定特典として当たっちゃいます。いや、もらえちゃいます、特典として。やったー告知下手すぎるありがとうございます。そうなんです、 BLT さんには、まあ、結構ね何回かお世話になっているんですけど、最近もね、48カレーおうちカレー48っていう企画で掲載させていただいたんですけど、ね、今回9月号の方に、まあ、まだね乗るか乗らないかはまだ情報解禁されていないんですけど、セブンネット限定特典として、あの私のポストカードが当たるので、ぜひぜひ9月号要チェックです。セブンネット限定特典だけではなく、ね、雑誌の方も要チェックということで、よろしくお願いします。告知できました、告知できた、初めての告知みたいな、すごい下手くそだったというか、もう今知ったんで、もう読み上げた形になってしまったんですけど、すいません、本人が知らずに情報解禁の日を。皆さんぜひぜひチェックしていただきたいです。9月号ですよ。まだネットでの販売じゃない、 そうだね、ネットでしか注文できないと思うんですけど、そう、前は、前回っていうか、まあ、前回撮影させていただいたのは、覚えてるかな、私とつぐとつぐみんと萌えかの3人で BLT さんに掲載させていただいて、覚えてますかね、あの制服着てちょっと雨の日だったんですけど、外で傘さして3人でこう傘に入ってイエーっていう写真があったり、懐かしいよね、覚えてる、嬉しかったな、3人でグラビア撮影すごくね癒された、2人ともすごいふわふわしてるからさ、もう私と真逆の性格の2人だったから、すごいなんか一緒にいてすごいね心が洗われたっていう思い出がある撮影とかじゃなくてなんか2人といるとなんかすごいなんていうの、気持ちがね華やかになったね、すごくなんかわけわかんないことするんですよ2人が。わけわかんないって言ったらあれだけど、なんかなんて言うんだろう、なんか本当によくわかんないかったんですよ、まあ、モイカとかいつもよくわかんないことが多いんですけどすごいそれがね幸せな空間だったっていうのをね覚えてる。でもすごく楽しかった撮影、3人で写真見つからんな、めっちゃ前だな、去年の雨だったから梅雨だったのかな。幸せな空間、そうでしょ、いやもう本当に幸せだった、写真が見つからんな、だいぶ前、何月でしたっけ、2年前、いやめっちゃ前だ、今ね探してる、タピオカ携帯で、お乳携帯で、あ、そろそろ来る気がする、来てる来てる
写真ね、大体ね、わかるんだよね、いつ頃とか。私写真1万、2万、あ、全然だった、4万6000円、まあ、4万6000枚もあるんですけど。あー、出てこないな、ハロウィン全然前だな、もっと前もっと前。いや、ここまで来たら見つけたい。ちょっとごめんなさい、携帯をいじってるだけになってしまって。見つけたいんです。待って、どこだどこだ、あれ過ぎた、めっちゃ多いでしょ、笑っちゃうぐらい多いでしょ、4万6千って。私携帯、この前買ったばっかなんですけど、なんか携帯の調子がめちゃくちゃ悪くて、買ったばっかなのに。だからもしかしたら初期不良かなと思って行ったんですけど、お店に。なんか初期不良ではなくって、なんかもうショップに行って iOS 自体を新しくしてもらって、また2度目のiCloud バックアップしたんですよ。もうめっちゃ時間かかって、めっちゃ時間かかるやつも2回もやったんです。もうね、疲れた。でもちゃんと、もう iCloud のバックアップの取り方に関してはもう完璧に、もう一人でもできるようになりました。買った時はね、パパと一緒、ママと一緒に行ったんだけど、今回は一人で行けました。なんかでもさ、今まで親、パパとか保護者と一緒にそういう携帯ショップとか行ってたけどさ、もう大人になったらそういうのも一人で行かなきゃいけないわけじゃないですか。私そういうの、なんかお父さんと一緒に隣で座って携帯ショップとかでそのお店の人の話聞いてると、本当にプランとかもうわけわからなくて、私これ絶対やりたくないなって、絶対理解するのも大変だし、ずっとパパがやってくんないかなって、契約パパがやってくんないかなって思いながら、この前も隣で聞いてたけど、大人になってさ、そういうのをさ一人でやるって考えると、すごい大人になるって大変だなってそこで思った。普通に一人で行こう。一人の緊張とかはしない。一人でお店とかは結構行けるタイプなんですけど、なんか理解力、読解力がないから、なんかお店の人にも迷惑かけちゃいそうだし、なんかね、理解できないと思うな、携帯のプランの仕組みとか。だから一人で行きたくないな、あんまり。ね、写真見つからん。制服とか調べたら出てくるのかな。悔しい、もうずっと探してんのに見つかんない。2018年4月のインスタにあった。2018年4月、これね、 iPhone のいいところは写真をね、あっ、天才、2018年4月って調べたらもう一瞬で、ね、出てきた、いっぱい、ほら、2018年4月こんな簡単な方法があるのか。やっぱり前のショールームでも言ってたんですけど、ファンの方って本当になんかもう私より私のことを知ってるっていうか、もうウィキペディアファンの方はウィキペディアみたいな、もう何でも知ってる、本当にありがとう、すごいオフショットたくさん見つけた。わ、ほらほらほら、制服着て、もう現役でしたからね、この頃は。今より幼いな、やっぱり。まあ懐かしい、みんなこの時、あ、つぐは JK、 あ、つぐも JK だったか、え、中3かな、つぐともえかと、つぐ、あ、間違えた、自分忘れてた、つぐともえかとれいな、れいな、れいなって言っちゃった。私自分のこと普段レイナって呼ぶんですけど、レイナさーみたいな、なんか
ショールームとかで私とか、まあ、大人の方と話すときは私みたいな話したり、可愛すぎるやろ、ね、可愛すぎるのね、めっちゃ可愛すぎるの見てほしい。可愛すぎんこれ、何これ、可愛すぎん、メロンソーダ片手に、あのメロンソーダに乗ったチェリーを、こう3人で団子3兄弟、チェリー3兄弟みたいな、可愛すぎこれは。でちょっとこういうね大人チックなショットもあったり、ちょっとぼやけてるんですけど、いやー可愛いな私たち、ちょっとこういうねおちゃらけな感じの写真もあったり、もうさぼやけててもわかる可愛さじゃないこれはすっごい自分で自画自賛するけど、そうこの日雨降ってきたんだよね、見て見て身長、私のちびさが伝わる写真、あのね萌歌粒が大きいのは結構みんな知ってると思うんですけど、身長が萌歌もう意外と身長高いんですよね、もうねデコボコ、すごいデコボコ三兄弟、そう意外と大きいの萌歌身長が、羨ましい、私だけだよこんなちっちゃいの。感じで、ありがとうございます、見つけられました、すっきりした、へこんでる、本当にデコボコ、まさにデコボコ、このデコボコのへこんでるマーク、そのまんまシャーベットピンクのジャケ、アーシャもそう、ジャケシャもそう、私へこんでる、すごいヤッホーってきてる、ヤッホー、レイニャーのサイズはいいところだよ、でもちっちゃいのいいよって、ちっちゃいのはちっちゃいのでいいじゃんって言われるけど、やっぱりやだ、私言ったっけこの話、私ね身長縮んでたの言いましたっけこの話、この前身長測る機会があって、ちょっとなんでって感じなんですけど、後々に分かるんですけど、これなんで身長測ったかっていうのは、身長測る機会があって、私100、あの多分公式プロフィールでは、一番最初の公式プロフィールでは151センチだったと思うんですけど、まあさすがにちょっと伸びて152はいったんですね。で152.なんか、まあ150ちょうど、まあ152以上はあったんですよ多分。あったって言っても何ミリかだけど、152.何とかだけど、なのにね。なのにね、この前本当につい最近測ったんですけど、そしたら 151.4 とかだったんですよ。46だっけ、ちょっとの差だけどさ、もともと小さいのにさ縮むってやばくない、普通に1ミリ伸びてるとかだったらわかるけど、でももう伸びないとは思ってたけど、縮むとも思ってなかったから、朝と夜で変わるよ、ガチ縮んだの、でもちゃんとしたやつで測ったんだけどね、こう木のこうバーンって上から落ちてくるやつ、たらいみたいにバーンって、髪の毛のせい、いや違う、べっちゃんこだったよ、いやだからさ縮んだんだって思って、私なんで縮ん、毛ちっちゃいの嫌だって言ってるじゃん、なん私悪いことした、なんかなんで背縮ますの、誰神様のいたずら、ちょっといきなり飲んじゃってすいません、たらいではない、なんて言うんだろう、上からボンって超飲むやん、それな、超飲んじゃった、今喉乾いちゃった、これお茶に見えるけど実は紅茶です、どうでもいい情報、最近無糖の紅茶にハマってるっていうか、なんか私普段本当にジュースとか飲まないんですけど、水以外
まあお茶はたまに飲むけど、紅茶も最近たまに飲みたくなるんですよね。午後の紅茶の美味しい無糖ってやつ。お茶に見えるでしょ、美味しい。これにミルク入れたら絶対美味しい。ミルクティー好きだったな、小さい頃からめちゃくちゃ。え、あのちょっとしたこれ豆知識っていうか、豆知識、うん、知ってる方もいるかもしれないんですけど、なんかウーロン茶に、普通のウーロン茶に牛乳を混ぜるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。ちょっとなんかなんていうの、甘みが、甘さ控えめなミルクティーみたいになるんですけど、やったことある方いるかな。なんかママに教えてもらってやってた、よく実家にいた頃。めちゃくちゃ美味しいの、それが。あんまやってないけど最近は。砂糖もでしょ。あー、そういうことか。砂糖入れたらミルクティーなのか。牛乳、ミルク、牛乳だけじゃ、そうだね、ちょっと甘さ控えめのミルクティーって感じだけど、そう、めっちゃ美味しかった。でもそうだね、紅茶って茶だもんね、お茶だもんね。コーラにカルピス混ぜたらまずかった。何の報告。え、まずそうまずそうだね、それは確かに。もう色が喧嘩しすぎてない、もうコーラは合うものないよ。コーラ私あんまり飲まないな、普段。炭酸で飲むのはメロンソーダジュースぐらい。メロンソーダジュースじゃない、メロンソーダぐらい。カルピスは、カルピスとメロンソーダ合うの知ってます？合う、昔から合うなと思ってたんですけど、最近はもう普通にドリンクバーとかでカルピス、メロンソーダが混ざったドリンクバー、もう2つ混ざった飲み物が出てくるドリンクバーとかもあったりするぐらい、めちゃくちゃ合う、カルピスとメロンソーダは。あ、飲みたくなってきたな、急に。炭酸ジュース、炭酸本当に飲まないんですよね、私。全然昔めちゃくちゃ飲みまくってたけど、でも、ね、飲み物を普段炭酸とかジュースとかばっかり飲んでる人が、飲み物をお茶とか水に変えるだけでだいぶね、いろんなことが変わると思うんだよね。いい方向に。肌綺麗になるのか分かんないけど、ちょっとこれは想像だけど、肌綺麗になったり、あと普通になんていうの、ジュースも太ると思うんですよね、多分糖分入ってるから。だから痩せたいって思ってる人は、って思ってて、ジュース飲んでる人はジュースやめるだけで絶対変わると思うって思ってる。私はどうなんだろう。炭酸命かっこいいな、なんかかっけえ。炭酸命って初めて聞いたけど、それはもうそこまで言うならやめなくていいですよ、もうそれは続けてください、なんかかっこいいんで炭酸命。エイニャトークが薄い。確かにすっごい薄いトークをすっごい熱く語っちゃった。シャーベットピンク初解禁って言ってるけど、もっとシャーベットピンクの話をしたい。本当にシャーベットピンクの話に戻っていいですか。なんか歌詞を、なんか曲聴いただけでは、なんかそんな歌詞を考えずにさ、曲聴いただけだと、なんかあ、アイドルソングなの、いい曲だなって、夏っぽいなってぐらいだと思うんですけど、なんか曲調がさ明るいからさ、そんな歌詞にメッセージ性があるっていうよりも、なんか本当になんていうの、アップテンポな感じで、そう、可愛らしさに目がいくと思うんですけど、本当に歌詞をよく聞いてほしいです。この歌は歌詞を聞いて感じてほしい。時を戻そう。シャーベットピンク聞いたぜ。聞いてない方はぜひぜひ今から、1回目はちゃんと普通にさらっと聞いて、あの曲の感じを楽しんで、2回目は歌詞をしっかり見て読んで、もう3回目
というか最終的には歌詞を書いて書きながらいろんなことを思い出していくとすごくこの歌詞曲の良さがわかる。なんかね本当になんかね明るい曲なんだけど泣けてくる。やっぱこのね1年9ヶ月っていう時を経てのこのタイミングでのシングルでこの逆全員選抜で今回のこの楽曲歌詞が歌詞って考えると本当になんかなんていうんだいろいろ蘇ってくるものがあるし今歌詞見てるんですけどこのさ2番の歌詞2番に行く直前の歌詞と2番の歌詞がすごく好きなんですよね。私少し痩せたみたい髪を切った少し痩せたみたい髪を切ったせい大人っぽいトゥルルルッタ太陽とシャーベットピンクあの海へ誘いたくなる横断歩道駆け寄ってきた今でも好きな人ここがね好き今でも好きな人とやっと会えたホーリーデイここが本当になんかもうみんなの今の気持ちって感じ。あまだ会えてないから やっぱりそうだやっぱりファンの方の前でパフォーマンスしてファンの方にコールしてもらって披露できた時にこの曲の歌詞がよく心に響くっていうかこの曲が完成しますね。ファンの方とメンバーが揃ってこれ絶対コール楽しいと思うんだよね。ファンの方の立場になったらあの最後のところで君が一番好きだみたいな歌詞があるんですけどもうそこも絶対あれでしょもう言い訳メイビーな感じでしょ好きだ俺もみたいな君が一番好きだって言われたらもう俺もって言いたくなるやつだよね。どう入るんだろう。でもだからみんなのコールがどうなるのかっていうのもすごく楽しみ。あと NGT の楽曲って今までイントロなしのいきなり曲に入るっていうのも曲に入るっていうのが結構多かったと思うんですけどあてか青春時計あ春どこはまあイントロあったんですけど青春時計も世界もあ世界の人もイントロあるかまあイントロない曲っていうのは珍しいと思うんですけどこの曲は本当にもうイントロからもうミックスってめちゃくちゃもう湧きまくるだったそれな全多いって言ったけどねちゃんと半々だった。でもあんまりなくない普通にまずイントロのない曲っていうのが48グループの楽曲でそうね世界の人はおーいえいえだからミックスはあんまりあれだよね打てなかったやつだよね。ただじゃあもう絶対いい絶対いいじゃん。ミックス打ちやすいっていうところは結構ファンの方からしたらポイント高いんじゃないですか。いやこれは絶対楽しいし本当に早く披露できる日が来たらいいなって思います。あとさこれはまた全然歌詞とかじゃないんだけどなんか私毎回思ってることがあって楽曲自分の参加する楽曲を聴くたびに思うことがあってなんか私の声その私が参加してる曲に限るけどもちろん私の参加してる楽曲のサビの部分みんなで歌うところ
私の声めっちゃしない？私のファンの方ならわかるのかな。自分の声めちゃくちゃわかるんですけど、すごい聞いてて、すっごいね、今回のシャーベットピンクもめちゃくちゃ自分の声するんだよね。なんかもうさ、自分の声しか聞こえなくなってくる。それ自分好きすぎ？いや、そういうことじゃないよ。なんかね、すっごい自分の声聞こえない。わかる？わかるよね、声特徴的なのかな。あのね、マックス時もそうなんですよね。なんか自分でマックス時をアカペラで歌ってると、なんかもう音源そのまんまっていうか、マックス時もサビで自分の声がめちゃくちゃ聞こえるから、自意識過剰かってやめて。何なんだろうな、自分だけなのか、そう、みんなからどう聞こえてるのか知りたかった。そうだそう、あ、みゆみわかりやすい。それは確かにみゆみはもう一番わかりやすいかも。うん、今回センターだからとかじゃなくて、多分みゆみの声は何の楽曲でも分かりやすいかも。確かに愛にはもう分かる。あ、まあ確かに愛には分かるね。季節の移ろいは成長してゆく心に似ている。これ愛にはですね、愛にはしかできないんですけど、ヌーピー、カニちゃんも分かりやすい。あ、なんだ、もうみんな分かるんだ、やっぱそうか。自分だからその自分の声が聞こえるだけで、自分の推しの声がよく聞こえるんだね、みんなからしたら。カニちゃん推しだったらカニの声聞こえるし、まあそういうことか、気のせいか、気のせいでした。でもすっごいね、自分の声がわかるんだよな、気のせいか、すいません。泣きべすの声なんて笛みたい。笛？笛みたい？え、笛って読むの今の？待って笑っちゃった、このコメント。みはるは聞こえないよ。草。待って笑っていいのかなこれ。いや、わかる、みはの声は本当に聞こえない。もうね、本当に聞こえないの、ミハの声。申し訳ないけど、なんかね、マイクとかで、ね、通しててミハと歌ありの人がいると、例えば2人の歌ありで片方がミハだったりすると、もう片方の腰かの声しか聞こえないの。だからもう、ミハ頑張れ、ミハ頑張れって思うんですけど、でもミハの声はもうソロで歌った時に本当にもう、あ、こんな声してたんだ、めちゃくちゃ可愛い、癒されるみたいな、気づかせられる、ソロの歌いの時に。だから研究生公演十人十色でやってる、あのラブ修行をやってるんですけど、最初の出だしみはるソロで、そこのみはるの歌声もみんなに聞いてほしい。みはるの声はあんな声なんです。あの全員の楽曲ではあの聞こえないって思ってたみはるファンの皆さん、まあ、みはるファンなら知ってるか。そのあそこの十二トイレでやってる矢部修行のミハの歌声がすっごいすっごいだって、すごい可愛い。あのね、モノマネね、よくする。あのメンバーみんなもういじってるもん。この前なんか十人トイレみんなでちょっと電話する機会があったんですけど、 LINE 電話でなんかいきなり太郎がミハルのあの矢部修行のモノマネし始めて、人は好き、太郎から始まって、だんだん何人かも真似してって、みんなでミハの歌を真似して、ミハがいっぱいいる、わはははってなってました。でからのアイニャのモノマネして、ねえやめてよっていう、あの平和なやり取りをしてましたね、この前電話で。アイナのモノマネやり始めたのは私です。人は好きに、いや無理、ミハの声。人は好きになるって切なく辛いものね、切なく辛いものね、あの日から、あ、次はやんだ、あの日からあなたにラブ修行を。
アイナはな調子出るんだけどな、やりやすいんだけどな、アイニャーにすぎてもっとミハちゃん、ミハちゃんだってミハは難しい、アイニャーうまい、でしょ、ミハル難しいな、つらくつらいものね、つらいつらいのつがもうちゅ、ほぼちゅ、ミハかわいい、ちゅ、って感じ。でもみんなそれぞれ特徴あるけどね、あゆ太郎もすごい、うん、聞こえる、ジュニトルで歌り一緒の時すごい太郎の声聞こえるし、七子もめちゃくちゃ聞こえる、特徴的っていうかすごい、七子は声量がすごいっていうイメージ、あと角の声もすごい分かりやすい、角は意外としっかりした声すごいもう評論家みたいになってるけど、一人一人の声めっちゃ私聞いちゃうんだよね、一緒に歌ってる時。あとあとはミハルは聞こえないでしょ聞こえないでしょ、カノドマみんな分かりやすい、ジュニトイル分かりやすいかも、まあ1期生も分かるけど、まあみんなそのこんだけずっと一緒にいたら歌声も分かりますよね、そりゃ。ゆきりんさんは、ゆきりんさんは何が、ゆきりんさんはもう神ですよ、ゆきりんさんの声はもう特徴的だし、ゆきりんさんにしか持ってない声、もうなんか、うん、本当にゆきりんさんが歌うと何の曲でもゆきりんさんの曲になるっていうか、もう物にするのが本当にもう素晴らしいほどもう上手で、ゆきりんさんの歌声唯一無二って感じ、もう誰も聞いたことない他に、あの高いキーを地声で出すのが本当にすごいなって、もう声量すごい、声量お化けいや本当によかった、ゆきりんさんと本家様と、本家様とゆきりんさんと一緒にコンサートで TDC の一緒に夜風歌えたことはもう本当に一生の宝物です、私がもうアイドル活動をしてきた中でもう結構トップ3に入るぐらいの宝物だと思います、もうずっとテレビの前で見て、 NGT とかも AKB グループに携わる前からもうずっとテレビの前で見てきたもう存在、メンバーさんがと一緒に同じグループになって同じステージで夜風の仕業を一緒に歌うなんてもう夢、夢だったんじゃないかなって今でも思うぐらい、いや本当に嬉しかったですね、北原ダイヤモンドをあやたろについてほしい、北原ダイヤモンドを超える人はいませんよ、北原さんのあの春床のさあ、違う春床じゃない、あのトキメッシュのコンサートでさ、キタリエダイヤモンドでさ、キタリエさんが走り出すって歌い始めた瞬間みんながこけるっていう演出、もうあれ最高に面白かったり、もう最高だったよね、あれ楽しかったな、もう一回やりたい、懐かしい、走り出すって始まってみんなゾゾコあれって、え今シリが反応してた、あれはね、あれあれなんだったっけ、アンコールの最初だったっけ、でもすごい楽しかった本当に、トキメッシュのコンサート、キタリエさん、いやそれこそツンデレも本家様とやれた、キタリエさんと一緒にニャーニャーで、あれも本当に夢のような出来事だった、まあこれもトップ3に入るわってことは、もうゆきりさんの夜風とキタリエさんのとのツンデレでトップ3埋まっちゃってるから、
埋まっちゃったな。あと一つなんだろう、ないっぱいありすぎる。あーいっぱいありすぎるよ。やっぱトップ10にしよっかな。そのゆきりんさんときたりさん、いやでもトップ3だなこれは。大先輩と一緒に本家のメンバーさんと一緒にできたの。トップ5、確かトップ5ちょうどいいわ。あと、でもあと1個もし出すとしたら、宝物のような夢のような、いっぱいありすぎやん、いっぱいありすぎじゃない。でもそうだね、自分のそうだね、泣きべそ書くまでの楽曲をいただけて、やっぱね新潟フレンド本当に大好きな番組だったから、本当に毎回毎回もう楽しみでロケするのがワクワクしてて、ロケも楽しくて、ファンの方もみんな見てくれて喜んでくれて、でなんか気づいたらもう一番出演しててそれでセンター泣きべそ書くまでの、いや本当にバラエティ番組がユニット曲になるってそうそうなくないですか。本当に素晴らしいストーリーだと思う。素晴らしく面白くて素晴らしいストーリーだと思う。バラエティの番組がカップリング曲になって、で初めてのセンターを務めさせていただいてっていうのもやっぱ、うん、それも宝物。大好きな番組だった本当に。いやーでも嬉しかったな。もしだってさ一番出てた回数がさ私じゃなかったら、いやでもそんなことないよな、そういうことは考えない。でもそうだよね、私が一番出てたっていうのもあったんだよね多分。実際私多分一番出演回数多かったから。でも本当に新潟フレンドでいろんなキャラ生まれた、いろんなキャラ生まれたし、自分をその素を知ってもらえてた、知ってもらえたきっかけだった気がする。ロッチさん、ロッチさんにも会いたいな。何してるかな、何してるかなっておかしいか、まあ、インスタとかねいろいろ見れる方法いっぱいあるんですけど、忙しいんだろうなだろうな。レイニアの出る回は最高だった。でも本当に毎回出るたびにファンの方が面白かったって言ってくれるのが本当になんか幸せ、嬉しくて幸せだったんだよね。懐かしい、懐かしいって思えてるのがちょっと寂しいけど、レイニャーの冠番組作ってほしい。レイニャーの冠番組は本当に夢のまた夢ですね。私が番組やるとしたらどんな番組になるんだろう。もう私だって仕切りが、仕切りとかやるタイプじゃないから、もし番組やるなら仕切りは別の方にやってもらって、レギュラーとして出演したいな。もうそれ冠番組じゃないか、冠番組って司会をやったら冠番組なの、どういう定義で冠番組なの。でもやっぱロケ系がいいな、いろんな場所に行く番組がいいな。新潟フレンドだけど、あ、いろんなジャンルにする。確かに確かに、絶対面白いな。いろんな、まだ誰もチャレンジしたことないようないろんなチャレンジをして、そう普通に面白そう、シンプルに。仕切りは7個、あ7個は仕切ったらちゃんとまとめてくれますからね。やっぱ仕切りの力がある人っていいなって思うけど、私はやっぱりそっちではないなって結構もう気づき始めたというか、そっちではないんですよね多分私は、仕切りの方では。
なんか研究生公演とか研究生時代やってた頃はいろんなメンバー同士が仕切り回してて、結構みんなが仕切りやるっていう感じだったんですけど、私もなんかレイニアの女優道みたいな、みんなになんかリアクションをさせるみたいな、ちょっとすごい無茶ぶりみたいなのやらせる仕切りをやってたりしたんですけど、わかる人いるかな、レイニアの女優道覚えてる？そんな1回ぐらいしかやったことないかもしれないけど、でもやっぱり私はやる方がいいな、仕切られて出川さんタイプってやめて、出川さんタイプ、まずどこと比べて出川さんタイプ、何タイプがあるのまず何の声、研究生声の、なんだろうな、いろいろやってたかな、雪椿とか越後雪椿、一緒か、ガルベストンとかいろいろやってたからな、研究生声もな、懐かしいな、 MC もだいぶ変わったな、今はなんか変わったっていうか、今はもう今の MC はなんかもう一周回ってもいないか、もう本当に新しい感じですよね、コンフェッションの MC は。大丈夫かな、久しぶりに飯なやってコンフェッションのあの感じ出せるかな、なんか久しぶりに公演再開してめっちゃ普通に戻ってるとかちょっと寂しいよね。でも最近そのロックセレナの自分出してないからちょっとできるかどうか不安あれ本当にあの見返すのすっごい恥ずかしいんですよ、最近アーカイブで DMM の配信DMM のアーカイブ配信で昔の公演をリバイバル配信してるんですけど、あれ本当にコンフェッションの MC 自分の MC 見るの本当に恥ずかしいんですよね、やってる時はすごいね満足してるんですけど、滑っててもあのメンバーは満足してるんですけど、後からね見返すと本当に恥ずかしいのよあれ実はもしかしたら見てるファンの人が見てて恥ずかしいって思われてる時もあったかもしれない、すごいくだらねえ MC の時そう、ヤマンダとユカとセレナとマウトミヤとヤヒロク、滑っても満足って最高やん、本当メンバーが満足してるならのはいいけどさ、実際滑ってるってすごい悲しいよね、温かい目で見てます小声なんか辛くなる逆にみゆみゆにダメ出しされたかよ、面白かった、分かる覚えてる、なんかみゆみゆが先輩に物申すみたいなやつだよね、おいヤマンダみたいな、なんかいつも面白いこと言ってる感じだけど面白くねえんだよみたいな面白くねえんだよみたいな、もうはっきり言ってたよね、覚えてるあれは面白かったな、なんか山田に言ってたけど、あれはすごいね、こっちまですごいズキってズサってブサって刺さった心に胸に、後輩にそれを言われるのはすごく辛い、まあ、ネタだったかどうかも分かんないけどマウントミユがねはっきり言ってくれて、ファンの方優しいから結構ね温かい目で見てくださってるんですけど、まあそうですね、また再開した時に公演が夢しな公演やる時のコンフェッション MC がどうなってるかっていうのに、まあもう期待しててほしいですね、もしかしたらもう結構もう反省して今までの滑ってた経験とかを生かして反省して、もしかしたらめちゃくちゃ普通の MC になってる可能性もあるかもしれないので、その時はちょっと反省したんだなって思って、あの温かい目で普通の MC を楽しんでいただけたらなって思います。でも結構ねメンバー内でも話してたんだよね、なんか最初はすごいメンバーも楽しんでわっはーはーとか、もう MC した後着替えに行く時も
めっちゃさっきの最高に面白かったよねそれなみたいな自画自賛してめっちゃ楽しんでたんですけど、だんだん、なんかこれでいいのかなみたいな、なんか、ね、ネタもなくなってきたよねみたいな、なんか普通に MC やった方がいいのかなとかもいうの話すようにもなって、実はだから結構ね、さまよってたんですよ、迷ってたんです、いろいろ試行錯誤して、でも結局最終的にふざけちゃうっていうのが続いてて、意外とね何も考えてないように見えて、結構コメッションメンバー MC のメンバーは意外と悩んでたんですよ、このままでいいのかなってこのままふざけてていいのかなって、なんかコンフェッション MC からの森へ行こうのさ流れがさ、本当に高低差がすごすぎてさ、ね、待って、やばい、今日私40分まで配信してメール送るから40分までって言って、やばい終わらなきゃやばい、ありがとうございました、40分って言ってたのに、やばい、これはやばい、20分も過ぎてしまった。はい、メールも、メールも間に合わない、ごめんなさいまあ先にファンの方に伝えとくべきだった、こうやって自分の中だけでこうやってねやろうとするからダメなんだ、ごめんなさい、ファンの方を頼るべきでした。はい、やばい、ありがとうございました、さよなら。ということでシャーベットピンク、皆さんぜひリリース楽しみにしててください、ありがとうございました、メールは明日の朝送ります、ありがとう。